ね、恋ピザ作りました。ピザの流星配信をね行いましたけれども、そちらを振り返っていきたいなと思います。ニュークッキング大島はすごい似合いすぎてて面白い。自分で自分にツボっちゃってるんですけどね、同じ人に見えない。なんかもはやこれはね、結構年重ねてそうに見えるじゃないですか。鉄人くらいの貫禄あるのに世界大会出てますよね、多分ピザのね。こちらが面白いですね、本当にね。同一人物なんですけど一応ね、ね、可愛いということで振り返ります。まずは、あ、すごい、4つも振り返られる。1つ目、あ、4つ目からいきます。4番、 YouTube120 万人突破しました。嬉しかったですね。なんかまあ配信中にも言いましたけども、裏テーマでこうね、ピザ配信したり流星特番して120万人になるといいよねっていう話してた。15、虫飛んでる。え、なんかやばい、どうしようどうしよう。ね、で始まったタイミング、6、5、なんもない、4、3、2、1、あっという間に始まったタイミングで、あー酔ってないよね、本当に。何回もなんか切り抜きとか見たんですけど、酔ってないよね。何も用意してなかった。いただきます。一滴も飲んでないんですけど、もはや酔ってるくらいの勢いで、しかもなんかお酒っぽいの、ね、本当になんかこれで悔いなく終われるよね。始まるのしかもったばっかなんだけど、配信してるよ、ね、私今回まあね、配信してるからね、これだけじゃなくて、クッキングの近くね、眠かったですね。もう絶中シラフなんですけど、飲んでるかなくらいのね勢いでしたね。あ、楽しいな。いやでも嬉しかったですね。ねえ、大、あの、とりあえず大盛り上がりでしたね。見届けられてよかったです。じゃあ続いて3つ目、なんだろうな、あ、ロマンチック星空解説ということで、見ましょう見ましょう。アイリンさんと中継をそう結んでたんですよ。だと思うんですけど、この星の光ってもう昔の光が今届いているわけじゃないですか、うん、アイリンさんとなんかもうビデオ通話してるみたいな、25年前の光を見ているんですよ。25年、あ、だからもう、そう、だからのんちゃんが生まれたくらいの時の光を今、ね、光を今見てる、見てる、うん、おしゃれ、ね、おしゃれですよね。そう、すごく、だからね、この出川見てもらいたいなって思って、時空歪んでるくらい時差あるし、今ちょうどこの一番明るいの顔がもう、おしゃれ、終わってる出川なんですね。しかも25年前の光ってことですね。そう、のんちゃんが生まれたくらいの時の光。先生こんな頑張ってくれてんのに生徒の出来がちょっと悪くて申し訳ないし、ね、なんかさっきも夜空見ながら、そう、気になってたんですよ、この一番明るい星。おしゃれな一句が出たらいいなと思うんですけど、だからあの解説聞けて本当にあの一気にあの星空眺めてたその夜の満足度が上がりました。やっぱ知識って大切だなって非常に思ったし、アイリンさんに感謝です。あの素敵なことを教えてくれて本当にありがとうございました、ね、しかもきっとさ、伝えようと思ってね、こう思ってくれてたわけじゃないですか。嬉しいですよね、うん、本当に感謝です。あの正直そなんか最初と最後なんですよ、これ、ここしか覚えてない。わ、120万人ってなって満足して、最後アイリンさんがすごい素敵なこと言ってくれて、それを抱きしめてもう終わるっていう配信2時間やったんですけど、ここしか覚えてないです。さあ、そして続いて2つ目が、あ、こいのぼりピザ3兄弟ね、3つ作ったんですけど、なんか途中から3兄弟設定になり始めて焼いたんですけれども、やっぱあれじゃないですか、みんなの中で印象なのは三男じゃないですか。三男が印象深かったんじゃないかな。あ、
映像来るかな。じゃーん。あ、今星が映ってるんだ。あの多分窯から救出してるんだね。どう？皆さんどうですか？個性豊かな三兄弟。どう？え、いい感じじゃない？やっぱ長男が一番ぽかったですかね。思ったより。あのどんどん面積が小さくなってくるじゃないですか。三兄弟。なのでちょっと難しい。ねえ、そう、マシュマロが溶けまして、ちぎりすぎちゃったのかな。かわいいだよね。もうちょっと大きめにしたらよかったのかな。このゆで卵でつけてみました。うん、あ、一回生地を焼いた。続いて次男です。焼いた後にのせたらよかったかもしれない。ね、舞茸とかをのせました。ああ、化粧化粧とかオニオンとか、ちょっと長男とは違った具材が乗ってます。一生懸命解説してる化粧。三男は甘やかしてこうっていうことでですね、甘い系の、三男デロデロしちゃいましたね。チョコレートソースとマシュマロなんですけど、ね、マシュマロ溶けました ね。デロデロに溶けました。であのチョコレートも溶けました。チョコが ねソースなのでそもそもで溶けるっていう ね難しいですね、やっぱりこういうのはね。いいじゃないですか。でも素晴らしいって教授を言ってたんで素晴らしかったと思います。さあ続いて一つ、うん、最後は何だろう、なんだ、あ、そうそう、やっぱね、ここ叩くキャスターが何かを叩いてるシーンなんて絶対見られないじゃないですか。ね、最初結構あのびっくりしたんですけど、なんかだんだん私もノリに乗ってきて、あ、何、音もすごいし、ね、現場はもっとすごかったですよね。でも音本当に音が大きすぎてちょっとこんなに叩いて平気かなだろうなっていうのが面白いんですよ。なんか作り置きしてた。あそこからニラの話が始まります。作り置きしてたら全然嫌なことなかったんですけど、ね、やさぐれてもないんですよ。でもこれがもう一生懸命作りたしと思って、ね、なんかまさか自宅の冷蔵庫にニラが入ってるだなんて思わなくて、何作るつもりだったんでしょうね。ニラで勝手に刻んじゃって本当申し訳ないんですけど、よく青ネギはね、小口ネギみたいなのでよく常備してるんですよ、冷蔵庫に。だからね、確認もせずにあの刻み始めちゃったんですよね。まさかニラだとは思わなかった。もう切ってなんか匂いがニラなの。ね、そうそう、ニラとネギ分かるだろうって言われてたんですけど、思い込みですよね。まさか自宅でネギ、あのニラ常備してる。餃子作るなんて話もしてなかったし、そうそうそう、ニラなんで買ったみたいな。そういえば何だったんでしょうね。何を作ろうと思って誰がニラ買ったのか本当分かんないんですけれども、勝手に使っちゃって本当ごめん。またね、でも作ってって、それを作ってって言われたので、まあ、それを作るようにニラをねまた購入したいなと思いますけれども、ねえ、どうでしたか、振り返ろうで4つ振り返ってきました。濃かったですね。うん、あ、で私も選ばせていただきました、一押しポイント。さっきのはこう皆さんの中でコメントが多かったり見られてるところが多かった部分なんですけど、私が好きなのはこちら、ドラマチックピザで、まるでドラマのワンシーンかのようなカット割りですね、これ。音のためにこう切り替わるんですよ。こういうドラマのワンシーンありますよね。ナレーションつけたいもんだって、ここで。すごいドラマチックにしていただいて、ねえ、なんかもう伝説スイッチングで遊ばれてましたね、スタッフさんが。楽しかったです本当に。素晴らしい。すごい、もうなんかあの何ハマる、この作ってる工程がハマるんですよ。すごいハマってきちゃって、ノリに乗ってきちゃって、私もすごい叩いちゃって楽しかったんですけれども、ドラマチックにしかも演出していただいて、さぞ上手そうに見えたのもすごいポイントでございます。ぜひね、
あ、本当ずっと笑ってましたね。でもその分本当疲れましたね。で、あの配信へのコメントをお待ちしております。どこに書き込めばいいですか？それぞれの配信枠に、あの3本もありましたので、ここが良かったよっていうところをお待ちしてます。感想とね、なんかこういう気持ちになりましたとか、本当さっきみたいに笑いの絶えない配信でしたみたいな、自分もたくさん笑いましたみたいな、そういうコメントをお待ちしております。クッキング部みんなでね、それこそなんか飲みながら、なんか誰も飲めないんだけどクッキング部誰も飲まないじゃんクッキング部でもほらジュースとか飲みながらね、ねちょっと見たいなと思うので、ぜひコメントお待ちしてます。ちょっと裏話、あ、待って、裏話とかじゃない、インターバル入ります過ぎてた時間ここまでですね、配信振り返ります。あ、小池ちゃんと名残惜しいですけれどもお別れをいたしました。ちょっとピザのね、あの配信のちょっと配信の、振り返りをねしていきましたけれども、はい、ちょっともうここからはいろいろまたやるぞということでのあのさっき言いかけた裏話だけ最後知っておくと、かまじいたじゃないですか。かまじいはね、外苦手なの誰よりもこう外ロケがこう気が乗らずなのに、まあ行くには行くと。で、虫さんとかにもすごい恐怖を抱きながら来てくれたかまじいだったんですけれども、すごい火をねやっぱ起こしたわけだから誰か見てなきゃいけないじゃないですか。なぜかかまじいがその外苦手なのに担当になりまして、ずっとね外にいたんですよ。我々がこれ生地こねてる間も一人だけかまじいは外にいたので、そうたまにチラッとどうなってるかなっていうのを見に来てくれて、ね、本当になぜ外が苦手なのにずっと外だったんだろうかってでもフランクフルト焼いてくれたりとか、なんか密かには楽しんでいそうだったんですけれども、すごい頑張ったので、私かまじい外苦手なのにこんなずっと外にいさせちゃってね、なんかもしかしたらもう二度と来たくないみたいなやめたいみたいな、そうそう、もうこんなロケやだみたいな、外にずっといさせられて散々だみたいな感じで、なんかもうやめてやるみたいな感じかなって思ったの。最後かまじい大役残ってて返さなきゃいけないわけで、かまじも帰りたかったっていうことで車をね運転してくれたんだけど道中そう MVP は本当にかまじで、車運転しながら次何やるんだっけって、もう私たち後ろでもこんななってしかも寝そうみたいな感じだったのに、かまじ次何やるんだっけ、ええって、もう楽しみじゃん次みたいな、来てくれるのと思ってよかったって安心しながら、次は一応これ考えてるよ、そうやから楽しかったっぽいと思ってよかった。なんか結構いろんなことをねかまじいに押し付け気味かなと思って、ちょっとね最近心配してたんですけどね、すごい良かったです。頼もしいですよねかまじ、ゲームやらせても強いし火起こしたらすごいしフランクフルトも焼けるし運転もできる、そう運転本当に全部してもらってて本当に申し訳ないなっていつも思いながら全部寝てんだけどそうそう、まさかまさかね、オールマイティーなんですよ。でなんかちょっと配信を押し付けてみたいな別枠配信をちょっと準備しといてほしいちょっとこちらの敵手違いでみたいな
セッティングを頼みたいみたいな。で、散々セッティングさせた挙句使わない先輩なのに。そうなの、すごいよね。本当オールマイティーなんですよね。だからなんか何でもできちゃうから、ちょっと頼みがちなところあって反省だなって思いつつね。でもタフだから、そうすごいタフだし万能だから、なんかこうね、いつも頼りきりですけれどもね、今回はちょっとやめちゃおうかなって心配したの、部長。けどすごい楽しそうだったからよかったと思って、次回もうすでに楽しみにしてるっぽいので、あ、よかった、次回も絶対来てねと思いながら運転してもらわなきゃいけないし、また必ずね必要なメンバーになってくるので、じゃあ次回はもうすでになんとなくね思い描いているものがあるので、痛い痛い痛いそうで、しかも本当に何でしょうか、静かなんですよ。本当に何だろうな、もう何、影の影武者みたいな感じなのでね、最後映り込んでましたけど、かまじありがとうって振り返って言ったらふって言いながら去っていくっていう、そうね、すごいね、素敵ですよね、そうやってねお仕事できる人ね。かまじは飲みませんかまじは飲めません、はい、一緒ですなのでね、まあ、ぜひちょっと次回も、すでにかまじんも楽しみにしてる次回ですけれども、我々の中でもちょっとずつ準備が進んで、でしかも今日も出社したら、すでにそのかまじんは今日来てないんですけど、他のクッキング部スタッフさんで次回の打ち合わせをして、で私も私で今日来て、そのクッキング部のスタッフさんに、なんかさ、ちなみになんだけどあれやりたいかもって言って新たな案を提案するっていう全員がすでに次を見据えているという謎展開あんなにあの日疲れてて、もう配信したくないまで散々言いながらね、過ごしてたのにすぐ次に向かってましたね。まあ楽しかった分疲れたって感じでしたし、まあ、長かったですよね。やっぱりもう昼から準備して、夕方からね夜、そして夜中に配信してたので、ちょっとねボリューム満点でみんなの疲労感は半端なかったんですけどね、ちょっと次はまだ楽しむぞということぜひ期待して、期待はしなくていいです、楽しみにしていていただければなというふうに思います。ダメ、またかまじにキャンプやらせることになってしまう、ちょっとキーこう組んどいてみたいな、できるんだよ、なぜかできるんだよ、なんかできちゃうから、ちょっともうダメです、そんなことをさせられないので、ちょっと今度はちょっとかまじんにも意見聞きたいと思います。なんか何がいいってどういうの希望ですかっていうのをね聞いておきたいなと思います、ね、ぜひちょっと次回ももしかしたら何かあるかもしれませんので、楽しみにしてくださいという匂わせをして